おはようございます。ムリドンです。今日は2020年の4月の10日金曜日です。今日はファイナルファンタジー7のリメイク版の発売日ですので、まあもうダウンロード版とかだと日が変わった瞬間からやれるのかな。なんでもう8時間9時間やり込んでますみたいな方もいると思いますけど、僕もどっかで予約したんで午前中には届くと思うんですけど、まあ届いたら遊んでいきたいと思ってます。ヨドバシだったかで年末ぐらいに予約をして、最初は3月3日が発売日だったんですよね。なんで3月3日ぐらいに届くかなと思ってたら来なくて、ただどうも発売が延期になってて4月になったみたいですね。今日はちょっとリクエストあったので家電の紹介をしようと思ってるんですけど、まあ、家電っていうかガジェットなんですけど、ウェアラブルスピーカー、ネックスピーカー、まあ、こうやって使うものなんですけど、まあ、これを紹介しようかなと思います。でまあその前にちょっと新型コロナウイルス関係の話をちょっとだけしたいと思います。まあ、今2020年4月現在世界中で新型コロナウイルスの蔓延が広がっていて、自宅への外出の自粛の要請、自宅待機っていうのがこう政府とかから要請されていて、でもまあやっぱ外へ出てっちゃうんですよね、出られると。まあ日本の場合は日本国憲法があって自由を制限することはできないので、まあ出ていきたいという人に関してそれを強制的に出るなということはできないんですけど、まあ、やっぱりなるべく出たくなくなる方向に持っていくっていうのもアイデアとしては必要だと思ってて、まあ、昨日も話した通りスマホの通信速度を大幅に制限してしまう、まあ、64kbps とかぐらいまで抑えちゃって、そうしたら外で快適にネットサーフィンできなくなるので、ネットサーフィンしたいっていう人はもう家にいて家の高速回線を使ってネットせざるを得ないという状況にしてしまえば、まあどうしても必要で外出する分には別に仕方ないと思うんですけど、そのゲームをするためだけとかに外に行く人が減ってくれば、まあ一つの効果が見込めるんじゃないかなと思います。それからまあ医療機関ですよね。医療機関もキャパシティに限りがあるので、建物増やすとかベッド増やすとか医療機器増やすとか、まあ、そういうことはやろうと思えばできると思うんですけど、まあ、結局それやったところで医療機関で働く人っていうのがもう限界に達してるわけですよ。医師とか看護師とかで医療機関に勤める人もう、まあ、もちろん自分の家族があるわけですよ。だけど医療機関で働いてるから家に帰っても家族とは一切接触しないようにしてまた職場に戻るみたいな生活されてる方結構多いと思うんですけど、まあ、そういう医療機関で働いてる方が、まあ、医療機関で働いてるっていうのはもうドクターとか看護師だけじゃなくて検査技師だったり、まあ、受付とかそういう人も含めて医療機関で働いてる人全般なんですけど、医療機関で働いてる方がホテルとか、まあ、そういうところに宿泊したりする分を全額助成するっていうのはどうかなと思うんですけど、まあ、ホテルとか泊まったそのコストはもう全部本人には負担いかずに助成金で補填しますよと。そしたら医療機関で働いてる方、まあ、それこそ遠方に家があったらそこまでの通勤時間が節約できるし、家族との隔離の問題っていうのも解決できるので、別に毎日毎日じゃなくてもいいんですけど、まあリフレッシュしたい時とか家に帰るのが億劫だなっていう時に病院から直接ホテルに行ってホテルで泊まって一晩リフレッシュしてまた前線に戻っていくと、まあ、そういう働き方ができるようにしていけば、まあ多少なりともですが医療機関で働いている方の負担を減らせるかもしれないなと思うので、
まあ、そういうアイデアは今後いろいろ出てくると思うので、それでなんとか、まあ、乗り切っていくしかないかなと思います。で、本題のウェアラブルスピーカーの紹介の前に、最近読んで面白かった本があるので紹介します。まあ、本といってもこれ書店では売ってなくて、自費出版、同人誌みたいなものなんですよ。写真好きな方、フォトヨドバシというヨドバシカメラがやってるコンテンツを見てる方多いと思うんですけど、まあ、フォトヨドバシっていろんなカメラとかレンズのレビュー、作例付きのレビューが載ってるサイトなんですよ。で、作例のついたレビューサイトっていうのは、まあ、よくあるんですけど、だいたいですね、そのメーカーさんから機材のお借りできるスケジュールとかが、まあ、あまり余裕がないのかな。作例って本当にその辺のスナップ撮ってくるだけみたいなのが多くて、なかなか機材の魅力を生かしきれないんですけど、フォトヨドバシさんは作例がすごくよく撮れてて、まああれプロの方が撮ってると思うんですけど、誰が書いてるかっていうのは匿名なんで、イニシャルで書かれてるだけなんで、わかんないんですよね。まあ知ってる方は知ってるのかもしれないんですけど。で、まあそのフォトヨドバシ書いてる方たちが、ツアイス、カールツアイスというドイツのレンズメーカーがあって、カールツアイスのレンズをいろいろ取り上げて、まあ、作例付きでまとめたという本です。結構内容、たくさん書かれてました。でもこういう趣味系の同人誌って結構5000円とか1万円とかするもの、まあ、フルカラーなんで5000円1万円するものもあるんですけど、まあ、これはそんなに高くなかったんで、ツアイス好きな方、まあ、もしくは普通に写真好きな方だったら楽しめるんじゃないかなと思います。まあ、ヨドバシの店頭かヨドバシコムでしか売ってないかもしれないんで、まあ、ヨドバシとか行った際にもし置いてあったらちょっと見てみてください。やっと本題です。ウェアラブルスピーカーです。これは何かっていうと、まあ、イヤホンとかヘッドホンと同じようなものなんですけど、 Bluetooth でスマホとかつないで、まあ、ウォークマンでもいいんですけど、つないで、こっから音が出るっていうものですね。で、イヤホンとかヘッドホンだと、こう、耳塞いじゃうんで、外で使うときに、まあ、他の周りの音が入らなくなっちゃうので、危ないっていうのがありますよね。まあ、電車とか乗ってるときに聞く分には、そういうのでもいいんですけど、自転車乗ってたり、散歩してたり、ランニングしてたりとかっていうときに、周りからの音聞こえないと他の人にぶつかっちゃったりするし、それこそ自転車だったら車と接触する恐れがあるんで、まあなるべくやらない方がいいわけですよ。まあ条例とかで禁止されてるところもあるんで、それはもうやっちゃいけないわけですけど。で、これだと音楽を聴きながらかつ外の音もちゃんと聞こえるっていうことで、いいなと思って、1年以上前だったと思うんだけど、ちょっと買った時期覚えてなくて、まあ買ってたまに使ってるんですね。まあ、家の中でも使ってて、ダイニングに置いてあるテレビがスピーカーつながってなくて、Bluetooth だけ、音が出るようにしてあるんで、まあ、スピーカーで聞くこともあるし、夜中とかだったらこういうのにつないで、Netflix 見たりとかに使ってるんですけど、これがね、型番が、ちょっと調べました。なんか型番全然本体に書いてないんですよ。ケンウッドのもので、CAX-NS1BT というものです。ヨドバシコムで税込み12,760円です。で、これがとっても良かったので、まあ同じような他社のウェアラブルスピーカーも試してみようかなと思って、今度は JVC のものを買いました。こっちが型式が、ちょっと間違えないようにカンニングさせてもらうと、JVC の SP-A10BT ながらくという名前がついてる、これもまあウェアラブルスピーカーですね。で、届いてみたらね、これね、実は全く同じものだったんですよ。このブランドの名前が違うだけで、物の作りは全く一緒なんですね。
で最初はこれどっちかのメーカーの、まあ、OEM 品なのかなと思ってたんですけど、後でまあ調べてみるとシャープにも全く同じものがあるし、そうまあ聞いたことないようなブランドも同じものを出してたりするので、まあ、どっかの ODM のメーカーさんが開発したものを各社に売り込んでて、で各社がその買い取って自分とこのブランドで売ってるだけみたいですね。メイドインベトナムです。でもまあ、あの別に ODM でも何でもいいんですけど、結構使いやすくて気に入っています。でもちょっと古いやつなんでモデルチェンジしてるかもしれないんですけど、このケンウッドのものに関してはまだあのヨドバシにはあるんですけど、 JVC の方は廃盤になって新しいやつに変わってました。で僕まあスマートフォンとつないで使うこともあるんですけど、時計がねスマートウォッチで、これガーミンというメーカーのスマートウォッチなんですけど、ここにアプリを入れられるんですよ。で Amazon Music とか LINE Music のアプリっていうのがあって、それを入れておくと Amazon Music で、こっちのスマートフォンの Amazon Music のアプリで聞いたものが自動的にここにも同期して入るんですよ。なので、まあ、スマホを持っていかないことはあんまないんですけど、本当にこのスマートウォッチだけ、スマートウォッチとこのウェアラブルスピーカーだけで外でも音楽聴けるようになるので、まあ非常に便利ですね。まあ、そんな状況ってあんまないかもしれないけど、ランニングとかだとあれか、スマホ持たずにランニングする人とかもいるのかな。まあ自転車だと基本的にスマホは持っているんであんまりそういう状況にならないんですけど、っていうことで、非常に便利に使えています。家電いろいろ紹介できそうなものあるので、今後もまたいろいろ紹介しようとは思っています。最後までご視聴ありがとうございました。新型コロナウイルスとの戦い、ちょっとこの先まだ闇というか、ね、どうなるかわからないんですけど、もう本当に外出の自粛を徹底して、まあ、各自でそれぞれ戦っていくしかないと思うので、皆さん家でいろいろ楽しめることを探していきましょう。ご視聴ありがとうございました。ブリドンでした。